どうも、ナメチャンネル、タケちゃんです。今日はね、地元紹介ね、まだこちら、コバキンさん、こちら、南相馬市鹿島区の6号線沿い、ね、大雄エイトさん、向かい、ね、で、あっち、金庵さん、以前紹介した金庵さん、中華屋さんがあって、見えるかな、ホームセンターあって、で、コバキンさん、目の前ね、ぐるね、来ました。で、こちらの方で、今日はね、ランチのちょっと食べたいと思うんでね、じゃあ、とりあえず行ってみますか。おい、でここ食券になってるんだよね、これ食券、はい、あとこれ緊急カレンダーなんて入れて使えたんだけどね、水曜定休みたいな、水曜定休ね。で、なんかこう黒板メニューとかいろいろこういうのもあるし、日替わり定食とか、お持ち帰りもやって、お持ち帰りもやってもね、OK、よし、じゃあとりあえずこれ食券買ってご飯もね買ってみたいと思います。今日何食うだ。こちらは小馬券定食。小馬券定食、安定の小馬券定食。じゃあ、お前いつも食うの決まってるんだな。お前がこれの、あと俺がこれ、お刺身定食。ね。そうね、一応こういう。いろんななんだよね。あるけどね。だ。よし、オッケー。でもただ、今日は。これ、多分ランチってなってこいつなんだべな。休みの人がいるから、ちょっと時間がかかるって感じだけど。ああ、だんだん。そうだね。よし。じゃあ、こちらの食券の方。猫食券。買いましたね、食券。小馬券定食、お刺身定食、ね、こちらの方を長に行って店の人に出すと食べ物出てきますから。じゃあ、あとはね、食べ物出てきた時にまだ動画回しますから。じゃあ後でよ、はい、ごめん、食い物出てから説明されましたけど、これなんか求人募集してるのかな。ね、今なかなか人集まらない時代なんで、求人募集もしてた、求人の募集に。忙しすぎ、いっぺんなんなんこうかな。あとなんだこれ、営業時間が、営業時間も、で、じゃーん、何点さん、ここ11時半から2時、夜もやってるんだね。だ、夜やってる、で、水曜定休、なんだろう、OK、 アルバイト募集、営業時間あと、多分長さもなんかメニュー表あったら、こっちも今見ながら喋ってよし、じゃあ、今度こそ本当に、はい、レッツゴー。じゃあね、一応今店内入ってきたんだけど、これ今個室、個室とか座敷、座敷、よいしょ、こんな感じ、結構広めで広いんだ、座敷あって、ね、あとテーブル、基本テーブル席なんだけど、座敷もあります、結構広いんだな、ね、あとこれメニューっていうかな、これがさっき見せたやつが営業時間と、な、あとこれ千円のやつですよってお品書き、これはあれもお持ち帰り、お持ち帰り、テイクアウトか、テイクアウトの、じゃ今こんな時期だからな、ね、あとこれ電話番号も大事なんだ、電話、あとは夜もやってっからさ、これ酒結構あんだよ、ここ、ここが小馬券、小馬券のお酒、違うでしょ、なんだこれ、焼酎が、焼酎、なんだな、焼酎、焼酎も結構リーズナブルにね、そうだね、置いてます、あとこれ963ボトルだね、ウイスキーで、こんなのもあります、あとこれとかお酒だ、これだ180の飲みきれいなやつだな、飲んでみて酒結構あったらこれも面白いな、一本飲みきれいな、あとはこれ安定のソフトドリンクでございます、瓶だなここはな、あとこれとかよし、これ小馬券定食、これではさっきの入り口のメニューと一緒だな、こういう感じで、だうな重とかもあるし、ね、ステーキとかもあるね、いろんな、なんかいろんなのがあるね、何言ってねえんだよな、ほら、あと刺し盛りとかさ、これも結構リズナブルだな、これな、あとこっちおつまみ関係が、結構あるね、食べたい飲みたくなっちゃうな、飲みたくなるな、休みだからな、昼からだもんね、やばいべ、俺昼から代行予約しちゃうかな、俺
あるよね。アルコールもいろいろ。だからこの大きいのもほら、うん、焼酎関係、さっきのじゃなくてもいろいろあったら、うん、こっちは、うん、あと子供用なんだよ、ここ、これ、うん、これが大事よ、子供ミニ。あ、見て、アイスバンジュ。アイスバンジュ。これでも地元で有名な、松永さんっていうところのアイスバンジュなんで、これも有名だな。このバニラアイス、ね。あ、これもだな。松永のな。うん、だんだんだんだ、ね、はい。まあ、一応こんなお子様メニューもあります、ね。こういうの、こういうのあるんですね。ね、うん。結構、いろんなもんだよな。ドリンク系か。ドリンク系。うん、まあ、ドリンクも、ね、充実してるから。ね、すごい。で、まあ、夜も昼も、どっちも一応ね、無料できるってことで。あのじゃあ俺のあのジズブズの小バキン定食とお刺身定食食うからこちらの方来てからね。じゃあまだ後だよ。はい、じゃあね、食い物来たよ。はい、じゃじゃーん、こちらお刺身定食だよ。え、すごくね、これで1500円。すごいよな、ボリュームな。結構これ見て、ウニまで入ってるね。ウニ、これこれ、ウニ、イカ、ウニ食べいいか。あとこれホッキー、うん、あれなんだこれ、カツオかな、サバかな、あ、白いかな、あ、ね、あとはタコ、サーモン、あとこれはエビ、とこれタイか、とカツオ、ホタテにイクラ、何種類やと思うこれ。1、2、3、4、5、6、10種類。イクラまで入れて11種類。このほんで1500円だよ、お刺身。やばいべ、おまけに茶碗蒸しまで出てくる。デザート1時いくか、え、味噌汁だ、これ味噌かな、うん、まずついで1500円でした。次、日によって多分ね、だ、日によってやっぱりネタちょっと違う、でも、常にいっぱい入ってるな。あとこちらは、これ小馬券定食、うん、でこれすごくね、これね、あとこいつもさ、これお刺身、小馬券定食はお刺身と、あとこれ茶碗蒸しだっぺ、うん、あと今日はこれな、魚の出たやつだな、うん、なんか、うん、美味しそう、美味しそう。酢の匂いするね、酢の匂いする。俺はダメなやつだ。あとイチジクだっぺ、あとそれは小バキン、あとこれ天ぷらが、うん、天ぷらがするんですよ、天ぷらが、じゃん、ここの天ぷらも本格的で銘柄、うん、パリッパリで。まあ今日はこの小バキン定食はうちのあのママちゃんが食べて、俺はお刺身ね、この俺はこちらのお刺身定食を食べます。よし、じゃあ胃腸、あーすごく出てる、うん、胃腸も何もすごいよな、寄せっか、よしよし、じゃあね、今醤油とっからやった、ちょっと待ってろ、うん、画面から消えます。はい、戻りました、醤油。醤油は移さなくていい。醤油、醤油、普通の醤油ね、普通の醤油。よし、じゃあまずいただきます。安定の味噌汁から。お、すげえ、キノコだ、キノコ。そのお味噌汁はナメコ汁です。ナメコ汁、ナメコ汁美味しいよね、うん、あ、うま、あ、ちょうどいいお塩かけてまずは食べてみて。ウニ、大きいね、うん、普通に、うま、あの、に苦くないウニ、ちゃんとしたウニ、わかる、言ってるな、ちゃんとしたウニだから、うま、1500円って安くね、これちょっとさ、ちょっとしたマジに行ったらよ、今度3000トレット、うん、マジで3000トレット、ね、うん、いや、これ鹿島に生まれてよかったな。なあ、うん、まあまあ食っててもよ、でもネタも全部いいからもういいんだよ、お酒をつけて、いかちゃん、ちゃんと甘みがあって美味しい、美味しい、まあ、甘いみとかな、大体こう決まってきてるやんな。ただこのウニがよ、
ちゃんとしたウニ使ってるつもりがすごいと思う。これ、うん、びっくりすっと。うちウニ食べれないけど、うん、食べれる。え、うん、ウニ変な話、イクラも本物だから。わかる？わかるよな。うまいからか、本当にうまいから。いや、たまんねえな。ねえ、これ何なんだべ。これ、白身のな。なんだ？わかんねえな。うん。あと親方に見てわかる人な、コメントください。コメントください。これ白身のなんだろうな、目なの。マグロか。じゃあ、じゃあ、うん、これでもしわかる人コメントください。はい、で、はい、あの正解はあの親方に聞いて。あ、聞いてみた。あ、これカツオか。まあカツオ。これ大きいタイプのカツオかな。うん、何食ってもうめえな。お前も早く食いてくれ。食いて、うん、待って、タイまで行くからね、今でよ、うん、天ぷら冷めるから早く。あ、そうか、うん、心配すんな、うん、あ、ちゃんと湯引きしてある。湯引き、湯引き、湯引き、うん、湯引きってほら、カバー、うん、この絵からな、もともとな、そういうところの、ちょっと大きいところの職人さんだからね。うん、みんな。いや、うまいな。まあ、とりあえず、うちのママちゃんもまあ、ご飯食いたくてよだれたらしいから、まあ、見て、一回大きいことしてる。こちらが小馬券定食。小馬券。これで1500円だ。お刺身定食。これ食っちゃったけど、うん、この、一番のポイントはこの本物入ってるから、本物。うん、磨くないように入ってるから。まあこれで1500円だったら本当こ、まあ、コスパ的にすごいよな、うん、味よし値段よし、あの綺麗だしな、ね、綺麗、うん、去年、うん、あ、去年一昨年だな、こんなもん一昨年ぐらいに来たんだっけ、うん、いいだ、うん、まあこの辺ね、通りかかってご機会ある方だったらぜひ寄ってみてください。小馬券さん、お酒って小馬券さん、さっき沈まなもんいいかも、うん、でも6号線はい、六号線沿い、この小馬券さん、こちらね、もしね、こちらの来る機会あったらぜひ寄ってみてくださいね。じゃあまた会いましょう。グッドボタン、チャンネル登録よろしくね。バイバーイ、はい。